はい、こんにちは。ということで、前回やっていた、ディッピングしていたルアーの方、ディッピングが終わりまして、10回ほどディッピングをしました。で、バリとかも、ヤスリで取ってあります。で、今回はこれにアルミを貼っていこうと思います。で、使うのがこのアルミテープ。と模様をつけるこの棒、これはなんか100円ぐらいで、100円だったかな、もうちょっと安かったかな、ホームセンターで買ってきました。ということで、まずはアルミテープを適当な長さに切って模様をつけていきます。で、ここにこれを押し付けて模様を作るんですけど、この木で押さえつけて、うまくつかないな。Sorry. いや、うまくいかない。こんな感じでちょっとかなりムラが出ちゃいましたけど、まあとりあえず練習なんでこれでよしとします。もうちょっといい方法を探します。もうちょっとバルサの、使わなくなった部分でやったんですけど、ちょっとこれじゃ柔らかすぎてあんま抑えられない。したらと爪楊枝で型を取っていくんですけど、型紙を使った方が いいとは思うんですけど、だいたい そしたらこれに沿って切ってきます。こんな感じで、そしたらこれをもう一個作っていきます。指をとちょっと手が痛い。ここだけ模様がつかなかった。
で、裏表の部分ができました。そしたらちょっと顔になる部分だけ、なんか形全然違うんだけど、ちっちゃい方に合わせて切っちゃおうか。はい、できました。そしたらこれを貼っていきます。ちょっと形を馴染ませて、位置的なところを合わせて、さあこういうので端っこのシワを伸ばしてぴったりと合わせていきます。ルアー表面のデコボコが下、反対も、顔の部分切るの忘れて、全部鱗模様のルアーになっちゃいました。もう一個の方もやっていきます。ちょっと完成を急いじゃう人なので、はい、すいません。ちょっと落ち着いてやっていきます。とりあえずこの2つは練習用っていうことで作ってるんで、これを次に活かせるように、この下にバルサ入れたら、お、下は柔らかい方がいいらしい。下が柔らかい方がいいな。で、この交差させる角度にもこう綺麗な角度があるみたいで、何度って言ったかな、20度だったかな。そういう綺麗なひし形になる角度があるらしいですけど、
忘れました。今度はなんとか綺麗になりました。したら型を取って、こんな感じで、あれ、また大きさが違うな。大きさを合わせて、そしたら顔の部分、今回は忘れずにちょっと印をつけて、2つ重ねていければいいのか。こんな感じで、こんな感じ。なんかちょっと変な格好。これを貼り付けて、
よし。こんな感じで。晴れました。いや、ちょっと本当に不格好で、こんなの動画にするのはどうかなと思いますけど、まあ、こっからの私の成長を、見守ってください。はい。そしたらこれつけ終わったので、こっからまたリッピングですねをやっていきたいと思います。またちょっといろいろ調べて、もっとうまく貼れるようにっていうか、多分もともとの雑な部分が出てきちゃって、ルアーの隙間空いてるし、やっぱ完成を急いじゃった感がかなり出ちゃってますけど。今回はアルミを貼るところだけですけども、出来上がりました。もともとの出来が悪かったんで、もともとの出来が悪くて、ちょっと隙間とか空いちゃってますけど、はい。完成を急いじゃった感がかなり出てしまいましたが、こんな感じで一応、形にはなったかなっていう感じです。一応この練習用の2つで練習をして、徐々にもっと綺麗な形になるように頑張っていきたいと思います。ありがとうございました。